ミミーです。前回のシフォン検証メレンゲ前編見ていただけたでしょうか。基本のメレンゲのノーカット動画や卵白の温度、砂糖の量など基礎的なことを検証してみました。メレンゲは作り方によって様々に変化し、シフォンケーキの膨らみ、食感、そしてトラブルさえも左右します。今回の検証では卵白の温度、砂糖を入れるタイミングを変えて6種類のメレンゲを作り、どのような変化が現れるかを見ていきたいと思います。その前にチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。まずね、前回の検証を踏まえてこちらちょっと行ってみましょう。メレンゲに必要なのがこの卵白、お砂糖、これがメレンゲを作る、この2つだけでもメレンゲというのはできます。そしてこのメレンゲにですね、卵白の温度、そして砂糖の量によってこの強いメレンゲというのが作れるということがね、分かってきました。ということでこちらですね、卵白の温度を変えるだけでもね、メレンゲが変わる、この卵白の温度でもメレンゲが変わるということです。そして今回の検証の内容ですけども、これらを踏まえた上でいろんなタイプのメレンゲでシフォンケーキを作ってみる、そしてそのシフォンケーキの高さ、キメ、目詰まりの状態などを比べてみよう、こういう風なね、実験検証を今回考えています。まあ具体的にどのようなタイプのシフォンケーキを作るのかということですけれども、こちらになります。これをですね、私もちょっとこんがらがっちゃってんだけど、表にしようって思ったけど、その表も何回も会社消してやったから、もうこれでね、すいませんけど今から説明しますんで、まずですね、冷蔵庫で冷やすか冷凍庫で冷やすかのこの2パターンにこれらを合わせていきます。なので合計でですね、6個のシフォンケーキを作るということです。6パターンのメレンゲをやるということね。そしてそれのですね、卵白の温度、砂糖を入れるタイミング、これを変えて6個のシフォンケーキを作り、高さ、キメとか、また目詰まりとかの状態をそれぞれ見ていこうってことなんですよ。でこれのね、6パターン作って何を見たいかというと、どれが一番強いのかというのを私はちょっと探したいんですよ。どこでその強さというのを見ていくのというのは、やはりですね、目詰まりではないかと私は思っています。目詰まりの衝撃に耐えられるイコール強いメレンゲということで、このうちのどれがそれに当てはまるのかというので、これからね、やっていこうと思います。今回使用するレシピはいつものようにマイレシピのプレーンシフォンになりますが、卵黄 60g、 卵白 140g に揃えて検証していきます。そうすることでシフォンケーキの膨らみや気泡の状態、目詰まりの変化を見逃さないようにします。そろそろ夏終わり頃ですが、まだまだ日中は暑い日が続いております。だんだん卵の状態も良くなったというふうに考えておりますので、今回ね、この検証引き続きやってまいりたいと思います。今回のこのシフォンケーキはマイレシピをただ単に作ればいいっていうだけ、この出発点なんでね、いつもと変わらないです。オイルは 25g です。こちらふるっております。はい、よく混ぜます。今回薄力粉、バイオレット、検証では一貫してバイオレットを使用しています。製菓用の薄力粉の中ではグルテン含有量が多く、普通に作るとある程度の目詰まりというのはどうしても出てしまいます。はい、こんな感じかな。じゃあここで置いておきます。はい、今回使用するハンドミキサーはご家庭でね、なかなかこれあるんじゃないのぐらいな感じの、当時1キュッパーで買ったやつですね。1980円ね。はい、刃の形状はこのような感じでございます。テスコムも持ってるんですけど、今回はね、一般的に誰でもがこのような感じで持っているんではないかという、こちらをですね、使っていきたいと思います。ではですね、腰を切ります。こちらをですね、3回に分けますので、これはですね、適当に分けさせていただいて、このような感じにいきたいと思います。1回目入れます。やること変わんない、普通のやつだから、そんなね、説明なんかいらないと思うわ。はじめに作るのは砂糖を3回に分けて入れるシフォンケーキによく使われるメレンゲです。プレーンシフォンを作る時にはおおよそ誰しもが作っている普通のメレンゲです。はい、形
味が結構なったんじゃないかな。でこの検証ですね、皆様見ていただいてると思うんですけど、まあ、初めての方、もしこれに行き当たってね、何やってんだろうと思う方、前回前々回もうその前からですね検証ありますので、ぜひそちらもね合わせてご覧くださいませ。案外立つの早いわね。あの季節の変わり目とかってやっぱりメレンゲやり損なうってことがあるんだよね。夏の間はさっぱり立たないのが、このね秋口になってくるとあらあらあらみたいな、で冬の間結構それに慣れちゃったら夏になると全然立てないのに、それで作っちゃうと失敗しちゃったみたいなね、そういうことあると思います。はい、このような感じですね。お砂糖は卵白量の半分の 70g を使っています。お砂糖を3回に分けて入れる普通の作り方ではありますが、しっかりお砂糖が入っているのでメレンゲの膜も強くツヤがあります。断面を見てみても気泡の乱れもなくキメが整っています。はい、普通に立てて今回このようなメレンゲ、中はこのような状態、大きい気泡がね見当たらないので、かなり粒は小さくできたんだと思います。今回お砂糖3回入れて、冷蔵庫のやつね、こういう風にちょっとねメレンゲを立て直します。はい、では1回目のメレンゲをね入れたいと思います。そしてここでねしっかり混ぜておきますね。塊をなくしておくというよりも、この卵黄生地とメレンゲの硬さを合わせるという感じです。はい、これが2回目ね。はい、そしてここからはですね、卵黄生地のこの上の方でメレンゲの塊をなくしておくということにします。そして今回ですね、今までしっかりね100回ぐらいは混ぜるというふうにね検証中やってたんですけど、今回メレンゲの検証なので、メレンゲがそれぞれ元気がいい両者が混ざればそこで焼こうと思ってます。今回はですね、もうかなりメレンゲのこの状態をそのままね焼きに持っていきたいんですよね。だから、まあ、メレンゲの混ぜ不足の大きな穴があるとかそういうのはねもう関係ないの。メレンゲの状態がどうかを見たいから、あまりメレンゲが弱らないような感じで持っていきたいと思います。はい、それじゃあね、混ぜやすいこの大きいの、これダイソーさんにあります。じゃあやっていきますよ。最終生地の状態は混ぜすぎず混ぜなさすぎず、メレンゲと卵黄生地がしっかり混ざるように見極める必要があります。しかし今回はメレンゲの状態を観察するために両者が混ざった時点で型に入れていきます。はい、こんな感じかな。はい、こんな感じ、ツヤっとしてますね。これ結構メレンゲの形がそのまま出てると思います。はい、こんな感じ。はい、じゃあね型に流していきたいと思います。すごいすごいぼってりしてる、なんかボワボワボワってしてるね。これすごい形が残ってる、モコモコしてる、すごいね。見える？ほら、これ鳴らさないともう絶対ダメなタイプね。あ、映ってないし信じらんない、映ってないよ。はい、これどう？形すっごい残ってるよね。これ鳴らさなきゃダメよ。メレンゲの元気がいいまま型に入れたので、最終生地の状態はふんわりして保形性があります。余分な空気が入ってそうな感じなのよね、これ硬いからさ。ぐるぐるぐるってやっとこうかな。はい、取る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 、空気取る。そして、検証中はですね4つ筋をつけるのよね。4つつけとこう。これで焼いていきたいと思います。レシピにもよりますが、筒よりも上に膨らみすぎる場合、最終生地の段階で混ぜる回数を少しだけ増やすことで膨らみすぎを防ぐことができます。今回は混ぜが少ない分メレンゲの元気がよく、それが膨らみにも現れていますね。15分、すごい、15分で結構な膨らみですね。今回どうかな。いつもはね100回とか150とか、まあそのぐらいはね混ぜてキメ整えるみたいなことやってるんですけど、今回はメレンゲの状態をねそれぞれ見たいと思ったので、混ぜが何回だったの、40とか50とかそのくらい、両者が混ざればいいぐらいにしてるんで、かなり元気いいよね。なんか可愛いよね、相変わらずシフォンケーキ可愛いよね。あら、いいね、すごい膨らんでるね。はい、こちら20分です。
かなり上まで来ましたが、ここら辺かな、あと少し伸びるのかな伸びないかなぐらいな感じですね。それよりもカメラの電池がやばめな感じですわ。はいはい、25分よ。だいたいここら辺がね、最高に膨らんでるところだと思うんだけど、すごい急激に伸びるってわけでもないよね。これ最初伸びて後半伸びてないっていうの、卵黄でね、もったりさせるやつによく似てるよね。気泡の働きっていうので言えば、卵黄に泡を入れるんでもいいだろうし、メレンゲのね、気泡をそのままきっちり残すっていうのもね、同じ働きがあると思うのよね。これはまあ検証でそういう感じだったから、だから急激に伸びないでトラブルに強い、そういう感じあると思うの。今回はマイレシピというので、オイルもね、水分ちゃんとね制限してるから、ほとんどトラブルっていうのはないの。ただ膨らみがどうかなってところだから、今回面白いかもしれないね。すごい、カメラ案外電池なくてもいくな。はい、じゃあ今から取り出すけど、ちょっと待って、軍手はめてない、ごめんなさい。軍手はめば、あー落ちた。あー、もう絶対焼きすぎてるよこれ、もう30分ぐらい焼いちゃった。とにかく取り出します。どっこいしょ。はい、はーい、はーい、案外いいんじゃないですか。でもちょっと逆さまにしますけど、はい、逆さま、あー、やれやれ、終わった終わった。こんないっぱいやることあったかな、もうほんと疲れちゃった。落ち着きました。横から見てみましょう。どうでしょうか、いびつな形ではないですよね。均等に膨らんでると思います。しかしオーブンの中であんなに膨らんだのに結構下がっちゃったなって印象はありますよね。しかしですね、見てください、ほら横から見るとちゃんとね、盛り上がってる部分はあるんですよ。型よりも上なんですよね。こういうところきっちりね残ってます。膨らみがねちゃんと残ってるんですよ。これですね、横にすると分かりますね。で、私この膨らみ見るとね、結構いいなと思ってるんだけど、こっち側が結構膨らんじゃったんだよね。多分オーブンのね熱の当たり度がいろいろあるんだけど、そうするとこっち側が急激に膨らんで、冷めるに従ってこういうシワがね寄ってったかなとか、そういうことはあるかもしれない。見えますか、今回の生地すごくふわふわでしたよね。十分空気をね抜いたと思いましたけど、このように穴が開いております。これ系の生地っていうのはちゃんとこう流してやらないとダメってことね。固めの生地、そういう時はきっちり入れ込んでやらないとね、自分では降りてかなかったってことだな。はい、それでは外していきます。はい、こんな感じ見えますか？少しだけ穴ぼこがすごいですね。今回のシフォンケーキ、いつもの流れるような生地というわけじゃなくて、ボテボテってした感じだったよね。そうすると、まあ少しだけその空間のところは穴になって、そのまま焼き上がっちゃうみたいね。これはまあ今回あまりトラブルというふうに捉えないので、メレンゲの状態ですね。ということで、ここ下になってるところの目詰まりを見たいので、反対にします。今回の主役はここですからね。カットしてみました。では高さをねちょっと測ってみようかなと思います。うん、一番高いところで 8.5 センチ。そしてこちらから見えますでしょうか、まあ、今回のシフォンケーキというのはこういう風にちょこっとだけ気泡がねこう入ってますね。でもこれは普通のことだと思いますので、こういう感じ、シフォンケーキはメレンゲのお菓子ということで、伸びる段階または少しだけメレンゲが混ざらなかったところがあれば、こういう風に少しだけ穴が開くとかね、そういう感じに焼き上がります。これはもう全くもって普通ですので、今回はもう何のトラブルにも入れません。今回何を見るかというと、目詰まりを見ますので、こちらをまず最初見てみましょう。だいたい目が詰まるというのはこちら側なんですよね。オーブンの中で膨張したものがこう下がるということで、ここがねものすごく生地が締まった感じになる。で、これを見るとどうでしょうか、見えますかね、薄く切れてるこの部分、高さがあるここら辺はすごく気泡がちゃんと出てると思います。ここら辺に来ると少し目詰まりがありますね。
でこちら反対側ですね、まあ、それぞれ違うんですよね。その切れてる部分でやっぱりあったりなかったりっていうのがあります。でここ見ると分かりやすいですね。ここまで目詰まりというのが全くない部分ですね。ここに来ると少しだけ目詰まりがある。でこれ気泡がこういう風に少し潰れたようになってるというのは目詰まり、押されて本当は丸いものがここまでこう潰されたような感じで気泡がなる、このような感じ。でもよく見るとやっぱり全部が潰れてるわけじゃないね。丸い気泡が残ってるところはちゃんと残ってます。もう一つ行きましょう。こちらです。見えますでしょうか。こちらはね相当状態がいいですね。あまり潰れたようには見えない。ここここここと見るとやはりここら辺ね、遠くから見るとうん少しねっていうのはあるけど、近づいてみるとちゃんと気泡の一つ一つが残ってますね。ただしここら辺ですね、縮んじゃったみたいなね、目詰まりが少し集中的に起こるといえばこの筒の部分でしょうかね。私が作るシフォンケーキは生地をだいたい混ぜて混ぜてという風にして焼き上げると、ここはね結構目詰まりというの起こってます。しかし今回メレンゲの状態が元気なうちに焼いたシフォンケーキというのはかなり目詰まりに対しても強いですよね。メレンゲがしっかり受け止めたという感じはありますけども、完全に受け止めたかと言われると、まあ、一般的な目詰まりの状態と言っていいんじゃないかなと思います。まあ目詰まりが若干あるという風な感じですね。なってるところとなってないところ、少しだけなってるところみたいな感じね。そしてねやっぱり穴ぼこ結構ありますね。もう少し混ぜて整えるとこれらはなくなると思うけど、あのやはりね元気なうちに焼いてその状態を見たいということで、今回ねこんな感じ。続いて作るメレンゲは冷凍庫でしっかりと冷やした卵白です。冷凍庫で冷やすといっても周りがシャリシャリする程度、全て凍らせるわけではありません。ただいま卵黄やってますけど、この間に冷凍庫に入れてます卵白の話ですけど、周りがシャリシャリする程度ぐらいですね。作業に夢中になって卵白が凍らないように注意します。卵黄生地を作る工程はほとんど同じなのでバッサリカット。はい、お待たせしました。こちら先ほどね冷凍させておいた卵白です。はい、じゃあねやりますよ。メレンゲを立てるとき卵白をよく冷やす、さらにその温度が低い方が良質なメレンゲが作れると言われます。はい、これでね腰が切れたと思います。はい、切れてますね。ここで見る限り、まあ、あんま変わんないのよね。変わんない。じゃあやっていきます。これでねここに空気をたくさん入れ込みます。卵白を冷やすことで泡立ちにくくなり、気泡が小さくなりやすく、壊れにくい良質なメレンゲを作ることができます。早速前回とは違う変化が出てきたみたいです。あ、違うかも。なんだかすごいすごい真っ白になってるってことは空気が相当入ってるって思うんだけど、粒が小さい。確かにね。じゃあちょっと強い力でやっていきます。結構強い力でやってます。今音もすごいうるさいと思うけど、はい、これでいいと思う。これでね結構形がねなったんじゃないかと思うけど、結構強い力でねやってもそう形になりにくいと思いますね。これで1回目のお砂糖を入れていこうと思います。今のとこねやってる私しか分かんないかもね。違いがあんまり分かんないかもしれないけど、ちょっとねやってみます。あ、泡がね立ちにくい。あ、前回と全然違う。泡が立ちにくい。確かに立ちにくい。そして立ってる泡もね粒が小さいと思う。わかる。体感としてわかりますね。じゃあね2回目のお砂糖入れていきます。確かにお砂糖が入ると緩むっていう通り、それもね原因かもしれないけど、やっぱり少しだけ前回とは違うような気がする。お砂糖が入り出すと今度はね形になるのが早いんですよ。ハンドミキサーの攪拌力がねやっぱり強いので、はい、かなりね手応えも重たくなって、砂糖が入るとそれなりな感じです。そしてねやっぱりちょっとこっちがしっかりしてるんじゃない。メレンゲとして前回よりはね滑らかで形がしっかりしてる。前回は秋口になってやっぱりちょっと状態がいいのかなっていう感じで、ともすれば立ちすぎるという感があったんだけど、こちらはねなかなかいいですね。
温度がねかなり違ってると思うので、そこのところがやっぱり違うんだと思うわ。同じ量のお砂糖を使ってるんだからね。じゃあこれ最後です。今度はゆっくりゆっくり立てていこうと思います。うん、とってもいい。前回よりも本当にいいですね。状態がでとってもいい。これはもう口でどう説明していいかわからないけど、ものすごくいいわ。いい状態だね。本当いいね。ほら、すごくいい。まだこれでは緩いんですけどね。かなりいいです。これをですね、キメを整える。そして中心、端、そういうところをきっちりやっていくってことで、そういう作業に入ります。キメを整える前から前回のメレンゲに比べて気泡が小さくしっかりしているように感じます。立てている時もハンドミキサーに少しだけ重く感じました。あ、いいですね。はい、これであとはね、すっごい遅く動かしてキメを整えます。本当に遅く動かすだけでいいのよ、これは。はいはいはい、すっごい遅く動かす。こんぐらい遅くて本当に大丈夫よ。はい、周りをね、きっちりやっておきます。はい、これでいいんじゃないかと思います。2つのメレンゲを見比べてみるとよくわかります。ツヤ、ハンドミキサーの後の滑らかさ、中を見てみても滑らかさという点で言えば、今回のメレンゲがとても滑らかです。これは卵白をより冷やすことで泡立ちにくくなり、メレンゲの気泡が小さくなったことに起因すると思われます。前回もやったんで、ホイッパーでねちょっと立て直しつつやってみたいと思います。あ、こっちの方がね硬い、こっちの方がね重い、こっちの方が手応えがすごい。前回こんな重たくなかったもん。こっから見るとすごいもろもろみたいになるでしょ。でもね、やっぱり立て直すとね全然違ってくると思う。そしてね、重いよ。粒がそんだけ小さいんだな。わあ、重いね。すごくいいよ、ほら。すっごいいいよ、これ。でもね、重い、硬いって言ったけど、ガッチガチになんかね、分離手前の硬いとか、ああいうのと違うのよ。うん、本当にね、キメが細かい、そういう感じのメレンゲになってる。だけどってね、すごく硬い、ガチガチに硬いとか、そういうのと違うのよ。粒が小さいってことよね、本当ね。冷やすとそれだけ泡立ちにくい、砂糖が入るとさらに泡立ちにくい、なので粒がその間に小さくなる、まあ、ハンドミキサーがあっての話だけどね。それではですね、ゴムベラで混ぜていきます。ごめんなさい、数数えるから無言です。生地合わせでも違いを感じます。混ぜても混ぜても形をしっかり保ち、安心感があります。気泡が大きいメレンゲでは、混ぜるたびに生地がだれやすく、合わせるものによっては壊れやすくなりますが、今回は混ぜた後のツヤ、しっかりした形がとても綺麗です。ないんじゃないかな。混ざるのも早いと思うな。わかんない、どっかにあってももうわかんないよ。でも見て、ほら、すごいツヤンとして、前回よりもこっちの生地の方がとってもいい状態だと思う。まあね、このぐらいでやめとこうと思うわ。よし、今回はこれだ。はい、どうですか。こんな感じでいきますよ。それではね、型に流していきましょう。前回この生地がですね、すごい形を保ちすぎちゃって、混ぜても混ぜても平らにならないみたいなねことありましたけど、まあ、今回もねそういう感じちょっと入れていきますけど、落ちない落ちない、全然いかないよこれ自分でちょっと落ちようっていう気がないのかしらね、この生地はね。いつもみたいな生地じゃないわね。やっぱり混ぜが少ないと、それだけメレンゲの形がねしっかりしてると、形がすっごいモコモコで入りゃしないわよ全然。で、今回ですね、メレンゲの容量分量を全部同じにしてあるから、膨らみから何から、目詰まりのやり方から何からはね、量が違うからということがねないようにしてるの。まず質感はこのような感じです。前回同様ですね。しかしこちらの方が滑らかな感じがしますね。同じように形を保っているけれども、こちらの方が前回よりもすごく滑らかな印象があります。あ、取れてない取れてない、どうしようはい、それではこちら見ていただきましょう。前回よりもですね、こちらの方が滑らかな感じがしますね。今回のメレンゲで作った生地は形をしっかり保っていますが、とても滑らかな印象です。やっぱり滑らか、今回の方が滑らかよ。なぜかといえばね、見てわかんないかな、
前回はね、鳴らしても鳴らしてもなんなかったのよ。なんだか知らないけどさ、すっごいモコモコだったの。でも今回はね、鳴らすと綺麗になる、やってる本人が言うんだから間違いない。今回の方が滑らかよ。生地の質感は硬い、それは前回と同じだけど、滑らかさではこちらが上ね。これがね、粒が小さくなったからなのか、そして膨らみ方、目詰まりはどうなのか。それではオーブン行ってみたいと思います。はい、頑張れ。前回と違って保険性はありつつも流動性があるという感じ。焼くとどう変わるのでしょうか。15分、かなり上まで膨らんでます。前回同様ふわっとした膨らみ方してるね。15分ででもいつもこのくらいいくかな。もうね、散々焼きまくってるからよくわかんないんですけど、そうね、15分でこんぐらいいくじゃない。でもその後がね、あんまりいかなかったのね。前回はね、よくわかんないのよこれが。15分の段階ではあまり違いは感じません。膨らみもおよそ同じくらい。生地の表面もとても綺麗です。しかし20分頃になると少しだけ変化を感じました。本当にね、綺麗に、本当に綺麗に膨らんでますね。メレンゲの元気がいいっていうのがね、まあそのまま現れてるっていう、そういうことだと思うんだけど、前後の膨らみ、左右の膨らみっていうのがね、ここから見ると均等です。冷めた後は分かんないよ。膨らんでるところ見ると同じ感じ、とっても均等に膨らんでるのね。そしてね、今回の方が柔らかくて硬い、しっかりしてるのに柔らかいっていう印象だったんだけど、膨らみでそれがねよく分かんないな。どっちもよく膨らんでるって感じ、かなり今回が膨らんだかもしれない。膨らんでるんじゃないかな。かなり焼き色もね、濃くなってきました、前回ですね、いつもより焼き上がりが早くて27分ぐらいにはね焼けてたと思うんですね。実際にね、焼き上がりが早いんですよね。このメレンゲが元気がいいとですね、シフォンケーキの生地内部の気泡がですね、それだけ多くあって火通りがいいということだと思うんです。そうすると熱の通りもいい、早く焼き上がる、そのような感じですね。火通りのいい生地というのかな。今回もそろそろ縮んできてるんじゃないかと思うわ。はい、27分過ぎました。ちょっとね、いつもより焼き上がりが早いんですけど、取り出してみたいと思います。おー、焼き色がいい。ほら、おい。はい、じゃあすぐにね、逆さまにします。はい、これで焼き上がりです。かなり焼き上がりがね、早い印象ですね。いつもだとやっぱり34分5分とかしっかり焼いてたっていうのもあるんだけど、今回はね早い、27分頃にはもうこういう感じで取り出してもいいという感じなんだけど、そうね、なぜかしらと言われたら、やっぱりメレンゲの元気がいいからっていうので、それだけ気泡がたくさん入ってる空気の膜ですね。そうすると火通りが早い、さっきも言いましたけどね、そういうことにつながってるんじゃないかなと思いますね。落ち着きました。見ていきましょう。こちらもふんわり残ってますね。かなりふんわりしてます。横から見ると分かりやすいですね。かなり状態が目詰まりに対していいという印象です。前回もかなりいいなと思いましたけど、今回この上に出てる部分かなりいいんじゃないですかね。中心の張り付きもいいですね。そしてこの前後左右ですね、ほとんど膨らみに違いがありません。いびつな形というのが見られませんね。そしてやはりこの形を保ってる、これは切った後の目詰まり、とってもね重要なんですよ。今回はそれを見ていきますので、前回との比較もねやっていきたいと思います。どうでしょうか。今回結構綺麗ですね。こちらもですね、底上げ全然ないですね。ただしね、やっぱり気泡がですね、わかります、こんな感じのあります。じゃあね、切って中を確かめてみましょう。はい、こちらが断面です。今回の長さ、一番高いところを測ると 8.5 センチですね。ここの部分だよね、頭の部分、ここの目詰まりがどうかなっていうところですね。やっぱりね、ここら辺は少しだけ目詰まりっていうのがこう分かりますよね。ここら辺の気泡に比べると少しだけ密集してる。そしてこの先っちょ膨らんでちょっとしぼんだなって部分は、またこう気泡が少しだけあったりとかね。
今回はかなり膨らむように設定してるんですよね。卵白量140だから、その分型より飛び出て相当上に膨らんでる。そうするとその後の下がった後にどうしても普通はね目詰まりするんですよ。でもかなり目詰まり、この焼き縮みに耐えてるところは耐えてるという印象です。こういう風にしてみてもやっぱりここにね丸っこい気泡が本来あったのがグッと押し付けられてこういう楕円形になったみたいなね。やっぱり縮んでるは縮んでます。しかしふんわりは残ってますよね。こういう風に見た時にふんわりっていうのは残ってます。だけどこの筒、中心の筒周りのところがですね少しだけ強めに出るんですね、焼き縮みがね。ここはほらへこんじゃってるところですね。でここの盛り上がってるところは目詰まりがね少しだけ軽減というのかな、ちゃんと気泡があるけどここがねギュッとねなっちゃってるっていうのは前回と同じですね。2つのシフォンを比べてみると違いがよくわかります。まず気泡の状態は前回の方が粗いように見えます。対して今回のシフォンはキメが整っている印象です。これはメレンゲの気泡がより小さくなっているからだと思われます。気泡が小さくなることによって形を保ちつつも柔らかく滑らかな生地になります。この気泡の大きさが最終生地の扱いやすさにもつながってくる。そして目詰まりの部分を見てみると前回に比べて今回の方が軽減していることがわかります。同じ量のメレンゲの中で気泡が大きく数が少ないよりも気泡が小さく数が多い方が強い。そのため焼き縮みに耐える力が強く目詰まりが軽減するということですね。はい、こうやって見た時分かりやすいと思いますね。遠くから見ると若干やっぱりこの上側の部分がね目詰まりあるんじゃないかなっていうのを目視で確認できると思います。しかしですねこれ何がすごいかといえばショックしてないんですよ。やってないのにここまでちゃんとね上の方に気泡がきっちり見える、これはね目詰まりが軽減されてると見ていいと思いますね。優秀であると今回のメレンゲたちね。違うよ、本当に違う。3足でやってやっとこのぐらいになった。すごい、お砂糖ってすごいね。いやーめっちゃ綺麗だよ。すごい綺麗じゃない。すごいね、やってみないとわからない。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。